動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルではお金のピンチを乗り越えるにはどうしたらいいのかというお話をちょっとご質問いただきましたのでさせていただきます。桑名さんをはじめまして、先日よりお金の恐怖に対峙している時、波動が重くなっているのは分かってて、波動が軽くならないといい現実にはならないと波動について調べてましたところ、 YouTube の波動チャンネルを拝見しメルマガ登録させていただきました。 YouTube でのお話もとても分かりやすく、お話を聞き勇気をいただいています。今日のメルマガでの才能や可能性を発揮しないと超えられない現実が来るとの言葉、まさに今の自分がその状況です。私事で恐縮ですが、去年より思うところあり、自分を変えたいと自己投資し、今結構な借金を持っています。そのことに関しては自分自身後悔もしていませんし、出すが先ということで必ず何とかなると信じ進んでいます。お金お金とついつい思ってしまいがちで、でもそうするとお金が欲しいイコールお金がないという現象を引き寄せてしまうと思い、できるだけ切り離して今自分は幸せだと思うようにしています。スピリチュアルも結構勉強し、頭では願望実現の成り立ちが分かっているのですが、ついつい支払いの不安などに頭を支配されそうになり、先日は強烈な恐れに苦しみ、最近やっとそこから少し抜け出せた感じです。未来も過去も存在しない、今ここを幸せに楽しくしようと思いやっています。話が長くなりましたが、私にとって今かなりの状況ですが、これはそれを乗り越えるために今以上の何か才能能力を見つける時が来たとの受け取りでいいのでしょうか。今このコロナの時期で仕事もいろいろ模索していたところで、思うものやりたいものはとりあえず調べたりやってみたりしてみようと思う今日この頃でした。お忙しいところ申し訳ないです。お返事聞かせていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。ちょっとね、マインドに触れすぎなので、行動の方を取り組まないとですよね。マインドもちろん大事なんです。楽しくないと波動下がりますしね。でもマインドに触れすぎで、お金入ってくるお金、お金の話なんで資金繰りですよね、言ってみれば。で、出ていくお金と入ってくるお金のこのバランスで、出ていくお金の方が多くて入ってくるお金が少ないとキャッシュフロー的にマイナスになってしまう。で、入ってくるお金増やすにはこの、自分が何かをエネルギーを回さないことには入ってくるお金増えないので、いくらマインドを整えたところで、自分がエネルギー出してない限りは入ってこないっていうことをまず認識いただくといいかなと思います。それと、自分を変えたいと自己投資し、今結構な借金を持っていますという、こういう傾向のある人、それと、それってね、どういう傾向かっていうと、すごい自分になろうとするとそうなってしまうんです。すごい自分、こうなるとすごくなると、これを受けると素晴らしい自分になれるっていうのが強すぎると、先出しをしすぎるんですよね、お金の。でもそこで、自分の収入の範囲内だったらまだいいんですけど、そこで借金までされてるので、それが結構強いかなというのを思います。で、ご質問でもその傾向が現れてまして、これはそれを乗り越えるために今以上の何か才能能力を見つける時が来たとの受け取りでいいのでしょうかと書かれてますが、そうじゃないんですよね。今なんです。今の自分、何かすごくなった自分ではなくて、今の自分をちゃんと尊重することなんです。ポイント書いてるんですが、今すでに持っているということに気づくことです。今すでに持っているということに気づく、それはつまり今の自分を尊重するっていうことなんです。このセミナーを受けた自分ならとか、よりすごい今以上の才能能力を発揮した自分ならってなってしまうと、今この自分がすごくて今の自分はすごくないっていうセルフイメージになっちゃうんですよ。でもそうじゃなくて、今訪れている現実は今の自分に乗り越える力がありますので、今の自分をまず 100% 尊重する。すごくなった自分ではなくて、目覚めた自分がすごいではなくて、そうなると今の自分をおろそかにしますので、ね、そうじゃなくて今すでに持っているということに気づくこと、最初は信じることです。で、価値、自分が今すでに持っている価値は何かっていうと、一つは才能や能力です。
なので、これが才能とか能力っていうとなんかすごい才能とかすごい能力って思いがちな人が多いんですけど、そうではなくて、この資金繰りを解消するためのことをいろいろ書き出して行動ですよね。それがアルバイトだって全然いいんですよ。日雇いのバイトでも全然いいんです。今の自分ができること、今の自分がどうやったらここを乗り越えられるんだろうっていうことをちゃんと現実的に考えて、その行動を取ることです。その行動を取る。そうすると今の自分をちゃんと尊重することで、これが発揮できる道がちゃんとできるように作られるようになりますのでね。なんかすごい自分になった時のことを想定すると今その道ができないんですよ。なので、だからといってすごいことを思わなくていいですよ。何か起死回生の一手はないので、そうじゃなくて今自分の周りに広がっている現実の中で、現実的に、資金繰りを良くする、資金繰りを回復させる方法は何かなと。で、多分いいイメージとかに偏りすぎなので、もっともっと今を一生懸命見据えることです。今一生懸命生きるっていうことをしてください。で、才能や能力、今この瞬間を乗り越えるものはあるので、なのでそれを発揮する、何か売るでもいいですし、スキルを売るでもいいし、雇っていただくとかそんなんでも全然いいので、それをすることですね。これが持てる価値の一つ。それともう一つ、愛や信頼ですよね。愛とか信頼っていうこともあります。まあ借金をされてるので、こっちじゃなくてこっちだなとは思いますけど、それ以外の方はこっちの場合もあります。これ何かっていうと、人に助けてもらうことです。人に助けてもらうことがすごく苦手な人が多いんですよね。自分で何とかする傾向の強い人はこっちがすごく苦手で、助けてっていうことは言えない人が多いです。で、そういう人は自分ですごく頑張ってやるんですけれども、助けてくださいと、助けてっていうことで乗り越えられることが多いですよね。で、借金、なぜ相談いただいた方はこっちではないかなって言ったのは、借金をされてるから。これ借金が悪いとかではなくて、こっちが強い人はね、借金もできないですよ。なかなか自分の範囲内で何とかするとか、自分で努力するが強いので、借金がなかなかできないです。で、こっちは得意な人は人に頼ることはすごく当たり前にできるので、借金とかも結構するという。で、どっちかで、多分ご相談された方はこっちを今すでに持ってる才能や能力っていうのを発揮する、それがすごいことではなくていいので、それで今を乗り越えていく、乗り越えて乗り越えてってやっていくことで成長していきますね。そうすると今以上のすごい才能とか今以上のすごい能力っていうのがちょっとずつ見えてきますので、一足飛びに見えるんではなくて、今この状態を乗り越えるものは自分の中にあるっていうことをちゃんと思っておいてください。すごい自分になろうとしない、これはすごく大事なので、すごい自分になろうとしないっていうこと、ちゃんと今の自分をちゃんと尊重することです。すごい自分になろうとするイコール今の自分を尊重できてないので、今の自分を軽く自分が見ちゃってますので、そうではなくて今の自分を信頼するっていうことをちゃんと見据えるようにしていただければなと思います。今日のお話はね、厳しい指摘になったかもしれないですが、ちゃんと今見据えるっていうことが一番大事ですので、ぜひそのことを認識して、マインドばっかりに偏らず行動するっていうことをされるとちゃんと超えられますので、その行動される方は、僕はいつも応援させてもらってますので、ぜひ自分を信じて行動していただければなと思います。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としてらっしゃる方がいればぜひ、紹介してあげてください。で、LINE とメルマガは毎朝お送りしてますので、そちらもぜひご登録いただければと思います。登録は概要欄に貼り付けておきますので、ぜひそちらから登録いただいて、情報をゲットしてみてください。あと毎週金曜日に浄化する波動クラブというものもやってますので、ぜひそちらも検討ください。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。